7レース2乗戦1着で勝ち上げました千葉の村隆選手です。一応おめでとうございます。ありがとうございます。スタートなんですけども少しちょっと見合った感じがありましたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。そうですね、メンバー的に前取ってしまうと結構厳しい戦いになると思ったので前以外でっていう作戦でした。小林選手が前に乗って、谷選手を突っ張るところがあったんですけども、そこはどういう風に見えてましたか。そうですね、もう小林君が突っ張りそうな感じがしてて、あそこついてっちゃったらもう被って行くタイミングがなくなってしまうと思ったんで、もう先にもう引いちゃって、それでタイミング取ってました。で、蛭田選手が行ったところを使わず捉えた形になりましたけども。そうですね、あそこ行かなければ自分で仕掛けてたし、ちょうどタイミングよく蛭田君が行ってくれたんで、その勢いでもらっていきました。でそのまま先行して押し切ったというところで、昨日もすごい先行だったんですけども、状態はいかがでしょうか。そうですね、もう調子自体はここ最近良くて、前回ちょっと新車が合わなくてミヤハイの方はあんま良くなかったんですけど、今回フレーム戻して感じはいいです。今回、今日すごい雨が出ますけども、そこら辺はどうでしたか。そうですね、自分はもともとそういう悪天候が好きで、結構持ち味が出るコンディションではあったんで、はい、自分向きでした。分かりました。では、この後準決勝この後ありますので、最後に意気込みをよろしくお願いします。もう本当今回はもう好メンバー揃っていて、なかなか準決勝も難しい戦いになると思うんですけど、力出し切って2着取れるように頑張ります。はい、よろしくお願いします。